モーリン・ガラガーは、アメリカ・オレゴン州出身のビオリスト。ミト室内還元楽団メンバー。2008年8月より、コロンバス州立大学塩部音楽院教授。10歳よりビオラを始める。16歳の夏より、イヴァン・ガラミアンのアシスタントとして教えを受け始め、その後インディアナ大学へ入学。卒業後、ニューヨーク市立大学バッファロー校で2年間。 クリーブランドクアルテットのアシスタントを務めた。1972年にニューヨークへ移り、田中直子の推薦で、オルフェウス室内還元楽団の首席ビオラ奏者として入団。1976年には、セントルクス還元楽団に、1980年からニュージャージー室内楽協会に、90年から現代音楽のグループ、スペキュラム無事家に参加。 1995年からは、ニューヨークシティバレー管弦楽団の首席ビオラ奏者となり、すべて現在まで活動を継続している。東京クアルテットやエマーソン弦楽四重相談などの、世界各地の弦楽四重相談にも、ゲストとして参加している。1998年には、冬季長野オリンピック開会式にて、小沢政治式の下演奏した。ニューヨーク市立大学ブルックリン校。 コロンビア大学、マサチューセッツ大学アマースト校を経て、現在では、カーネギーメロン大学、コロンバス州立大学にて、ビオラ都室内学の教鞭をとっている。使用楽器は、1743年ミラノ製、パオロ・アントニオ・テストーレ。ありがとうございます。